平成26年度問題に括弧5の問題です。40歳と60歳の被保険者がいて、40歳が先に死亡する確率が 0.1284、 40歳が10年以内に死亡する確率が 0.212、 50歳が10年以内に死亡する確率が 0.416。 この時に40歳と50歳が相互に10年以内の期間を隔てて死亡する確率なので、片方が死亡した後、もう片方が10年以内に死亡する確率。これに近いものを求めるという問題になっています。で、すべての人は同じ生命表に従うという前提になっています。では、回答に参りましょう。このように40歳と50歳の人がいて、このような形で死亡する場合というのは、10年以内に2人の方が亡くなる。このような形。これは50歳の方が後に亡くなると。このようなケースが考えることができるわけです。そうすると問題では、この10年以内で亡くなる確率というふうに言ってるんですが、ここではそうではなくて、相互に10年を超える期間を隔てて死亡する確率というのを考えてみたいと思います。この確率を求めれば、問題で聞いているものは1からこの確率を引いてあげればよいということになります。そうすると、生存確率や視力を使って表すと、最初の積分のところというのは、この赤い部分というのは、40歳の人が T 年間生存して、その後に死亡する。で、こちらというのは、その10年、50歳の人が、t プラス10年。40歳の人が死亡してから10年後には生存しているということになります。ということは、10年後に生存しているということは、こちらの50歳の人が死亡するときというのは、10年以上隔てている、期間を隔てているということがわかります。こちらも同様ですね。50歳の人が t 年後に死亡。で、40歳の人は、この死亡から10年後というのは生存しているというふうになります。で、ここで、t プラス10年後の生存確率というのは、10年の生存確率、この10年の生存確率に、60歳から、t 年生存するというふうに分けることができて、同様に40歳の方も、40歳から10年、で、50歳から t 年と、いうふうに分けることができます。なので、これらの積分というのは、このように t に関係ない部分の生存確率、これを外に出すことができるわけです。そうすると、ここのそれぞれの生存確率の積というのは、このような連星の生存確率、こちらも同じく、連星の生存確率。これに直すことができるわけです。あとは、これらを死亡率使って表すと、ここの生存確率というのは、このような死亡率、10年以内の死亡率。で、ここの40歳、60歳かける視力なので、これは40歳の方が先に亡くなる確率。で、ここは同じようにして、10年以内の死亡確率を使って。で、ここも50歳の人が先に亡くなる確率という形になります。で、問題文で40歳の方が60歳より先に死亡する確率で与えられていて、で、40歳の人が10年以内に亡くなる確率、50歳の人が10年以内に亡くなる確率。で、これで、この部分と、この部分と、この部分が分かったんですけども、一番最後のこの部分っていうのは、50歳の人が2人いて、片方の人は先に亡くなる確率。全員同じ生命表に従っていますので、これは 0.5、半分になるというのは明らかです。よって、あとは値を代入してあげると。そうすると、このように値が求まります。これは10年の期間を10年を超える期間を隔てて、2人が死亡する確率を求めてますので、
問題で聞いている確率は10年以内ということで1から引いてあげて、このように求まります。よって回答は F になります。